報告文字は蒸気等に用いられている人代文字の一種。人宮文字と呼ぶこともある。個体像あざと新体像あざの二種類が存在し、いずれも日本語の五重音に対応している。個体像字は小形文字であり、新体像字はカタカナに似た形をしており、落音を表す濁りあざもある。他に添え字が存在する。現在では一般に、 指示されていないが、これらのうち特に身体造児については、カタカナと同じ形の文字が見られるため、カタカナの起源とする説もある。文語国府内の国学者である、雪松洋史赦が、1831年に入手した文書である、上記において、この文字が用いられている。上記の序文には1223年に編纂されたと、ある。 しかし平田篤種は1811年に表した腰成分の影響が見られることなどから実際には江戸期の作であると考えられている。なお平田は1819年に人代文字の研究書である神業に自分令を表したが同書に報告文字は再録されていない。竹内文書では神々や天皇の名を記す際に報告文字が用いられている。 この内古体造寺は造形かなあざ、または腰文字と称され、新体造寺は天日造形あざと呼ばれる。茎文書にも報告文字が見られ、この内古体造寺は形体文字、新体造寺は改めたい文字と称される。富士宮下文書では報告文字に似た絵文字である阿蘇山文字が記されている。教部省の役人で上記を翻訳した吉良義風は、 上記省役の中で、いくつかの使用例を挙げている。小平鉱山の石碑薄城跡石垣の文字点、岩戸神社の二石の文字、坂谷神社の石窟文字、大分県国崎市には、報告文字の碑文を記した巨石が現存する。内容は、焼き綿農業の勧めを記したものとされる。また、三角館は、三下が、報告文字の特に古代増時に似た。 参加文字を暗号として用いたと主張している。ありがとうございます。